はい、薬指です、薬指です。だから全然使えます。どうも平本蓮です。あ、 YouTube 用に、はい、中指使えないでしょ YouTube。 そうですね、ちょっとそこも気遣いしていただいて、うん、やっぱちょっと最近やっぱ頭良くなったんで、その辺はあれ何本でもいけるでしょ。うぇ、えぇ、えぇ、えぇ、はい、お願いします。お願いします。山本さん、すいません、はい、試合も直前ということで。そうなんです、はい。まあ、ちょっとさっきも師匠とちょっと、うん、滝に打たれてきたけど、うん、試合前大丈夫ですか。大丈夫大丈夫、うん、でもちょっとだけでしょ、うん、やりますよ。今回4月29日の大臣に向けて、うん、はい、どうしてもコラボしたい人。そうなんですよね、ちょっとマジやばい人とコラボするんで呼んじゃっていいですか。はい、はい、じゃあちょっと呼びたいと思います。前田明さんです。よろしく、よろしく、あ、おはようございます、お願いします。なるほど、初めてだ俺。あ、初めてですよ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、すいません、試合前なんでちょっとパーカーかぶったままなんですけど、すいません。なんかそういうのやめた方がいいんじゃない。いや、そうなんですけど、そのまあいろいろ格好してんだけど、はい、それ やめた方がいいと思う。でも前田さんはやっぱいろんなとこでやっぱいろいろルール破ってきてかっけえなと思ってきたんで、俺は本当憧れてるんで、マジで、はい、大体俺の試合で見たことあんの。ね、まあ、もちろんじゃないですか。ま、本当僕リングス見るぞ。あ、もうリングスもちろん見てました。カレリン戦マジすごい。あれ俺引退試合じゃん。引退試合ですよ。その前とか見てない。そっから遡って、コピロフ戦とかも見ました。あ、コピロフ。コピロフ。はい、コピロフも指導ってね。はい。コピロフ。強かった、強かった、強かったですよね、うん、あとくっついたらね離れないんだあれって。ああ、コピロフですね、コピロフ、あとディック・フライ戦も見ましたよ。それ俺が切れたら見てたんです。、はい、試合の後に、はい、見ました見ました、はい、あれも見ました。あれまあまあ、あれしょうがない、 目とかバンバン入ってくるからね、あれね。あ、 目に来るんですか。目に来れたね、やばいっすね、うん、あれ本当もっとやった方がいいかなと思って。やっぱりほらやっぱりこっちの立場だね、やっぱさ、あるからさ、かっけえっすね、まあ、ちょちょできなかったんだね。前田さんかっこいいっすよ、やっぱね。平本さん、平本さん、はい、すみません、はい、ゲストがちょっと大物すぎて、はい、入れなかったんですけど、うん、平本さん、まさかの前田さん、マジやばいっしょ、はい、平本蓮と前田明の対談やばいっしょ。大丈夫ですか。やっぱそのアウトサイダー始めた人だから、僕ちょっとアウトサイダーのことちょっとやっぱ、はい、みくるさんのこととかやっぱちょっとなんかちょっといろいろちょっとコミュニティ挟んだんでさ、うん、アウトサイダーとか最近ミクルにもなんかいろいろふっかけてんじゃない、なんか喧嘩。いや、そうなんです、そうなんですけど、うん、そうなんですけど、でもこれはま、前さんもやっぱ昔やっぱ藤波さんと戦った時とか、あ、藤波さんでやったね、やったでしょ、大阪振るったっけね。あ、そうそう、大阪で、え、大阪振るったね。大阪フルーツやったでしょ。あ、大阪、あ、確か大阪、大阪フルーツ、大阪フルーツ、大阪フルーツやったんだよ。はい、藤浪さん何言ってるか分からんねんね。あ、そうですね、うん、でもあれも見ました、あの時にあの時とかあの辺の時に何か言ってたじゃないですか、ごちゃごちゃ言わんと一番強いやつがみたいな。あれでしょ、調査のところ入ってきたりするでしょ。そうそうそう、はい、あれ本当あのマイク決まってなかったんだ、あれ決まってなかった、決まってなかったらさ、急にマイク持っててさ、はい、うん、違うこと言っちゃったの。あ、違うこと言ったんですか。違うこと言っちゃったで、ごちゃごちゃ言わんと誰が強いか決めたらいいやみたいなこと言って、うん、やっぱ世間探したんで、俺もやっぱ前田明イズムでやっぱ今 SNS 使っていろいろなんか焚きつけてるって感じです。それ 俺を見てやってるわけ、それ。そうです、はい。そんなふうにやってないよ俺。やってましたよ。やってないって俺。いや、前田さんやってましたねって。前田さんだって俺言っても SNS じゃないですか。前田さん長州の顔面蹴ってますよね。あれだって高齢くらいやったでしょあれ。そうそう、今回あれさ、あれ俺無理蹴ってるわけじゃないからね、あれちょっと今から蹴るよってポンポンと肩叩いてさ、はい、やってて、長州ちょっと避けたんだよ、あれ。あ、避けたんすか。避けたんだよ、そらこっちから入っちゃったね、はい、うん、でもなんか この辺の骨折れたでしょ。俺でもちょっと頑丈だから丈夫だから大丈夫なんだよ。いや、やっぱそういうの見て僕らも、まあ、育ったっていうか後から聞いたんですけど、いや、そうです、意外と共通点ってことですか、はい、
そうなんですよ。やっぱ世間騒がしてやっぱみんなの目を向けるという意味ではある前田明チルドレンス。最近そのなんかあのミクルのあれあるじゃないね。はいはいはい、あのブレイキングダウン、ブレイキングダウン、ブレイキングダウン、あの、はい、あれでなんかいろいろ言ってるしあれ。いや言いました。あれ 何言ってんのあれ。いやブレイキングダウンに出てるのが全部格闘家じゃないよっていうのを言ったかっただけなんですよ。ああ、みんなみんながそう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 、だから いわばそのなんていうんですか、 UWF こそ本当のプロレスだって言ってた前田さんと一緒ですよ。それ違う。一緒です。一緒です。それは違うよ。一緒だと思いますよ。それは違う。俺は違うんだよ。いや本当あの選ばれし者のみたいなあったじゃないですか、なんかなんか本のやつ。まあ俺の方の、俺の方で選ばれし者、俺の見たの。あ、見ました見ました。全部見た。全部見ました。はい、あの本能が分かりやすいだろ。え？本能が分かりやすいだろ。え？本能が分かりやすいでしょ。本能？本の方が分かりやすいでしょ。あ、そうっすね。本舐めてんのこの。違う違う。めっちゃ尊敬します。マジ尊敬します。そう、本とかも本当名言多いから、やっぱ前田さん、はい。ちゃんとやってんの練習。だってもうそうそうそう。はい。試合。今回なんですけど、はい、平本さんと前田さん来ていただいたのは、はい、4月29日。はい。朝倉未来さんも出ますし、平本蓮さんご本人も出る大臣の勝敗予想。そうですよね。なんか巷ではちょっと敬遠の中というか、前田さんも平本蓮さんのことをどこまで評価されてるかっていうのが実際分からなかったので、そこも含めて勝敗予想を聞きたいなと。前田さん、ちょっとあのドミネーター戦のことでちょっと僕のことちょっと。ドミネーター戦見ててさ、思ったらちょっとなんかまあ。いろいろ進化してる部分はもうあるんでね、はい、進化してる部分なんだろう。ちょっとねなんかスタンスとかねなんかあれがねもうちょっと広がってね、はい、あの重心落としてればいいんだけど、はい、まあ、もうちょっとスタンスあの背負いでやってないからダメだよね。広すぎちゃって広すぎちゃってないの。広すぎそういうスタンス広すぎちゃって、はい、もうちょっと、はい、もうちょっとあの狭めて、はい、あの体制整えていかないとちょっと厳しいんじゃないなと思ってね、はい、見てたんだろうね、あの時で。あ、そうですか、うん、その時からやっぱりあのスタンスを話すようにはして、だから寝技どれやってんの。寝技やってます、やってます、はい、寝技やってます、はい。だってあのタックルいってんの。まあ、タックルというよりもタックル切る練習の方が多いですかね。あ、どっちが得意なの。まあ、切る方ですね、はい、タックル切る方が好きです。じゃあ見ながらやる感じで、平本さんはしかも新たに取り入れたものがあるんですね、はい、あ、そうです。あと空手なんですよ。空手の人間なんで。 K-1 だったじゃないの。 K-1 です、もともと K-1 で K-1 で空手をやっぱの今師匠のとこ行って、はい、合気会っていうとこに滝に打たれたりとか、やっぱその日本の上の滝に打たれて勝てるわけないじゃない。いや滝に打たれて勝てる俺何回でも滝行くわ。精神的にです、精神的です。で、いや空手、前田さんも空手やって、ね、昔は大阪市の、そう、新日本プロレス入る前でしょ。入る前ですよね、うん、で新日本プロレス入るときにそのあれですね、格闘技のスターになるっていう感じで、こんちゃん、庄司こんちゃん、田中翔吾さんでしたっけ、なんかに。すいません、大丈夫。あ、僕もいろいろ本読んで、本です、本読んだらいろいろ書いてあったんですけど。だから本の笑いやすいでしょ。なんて本の笑いやすいでしょ。本の方が分かりやすいです。本の方が分かりやすい、はい、でそう、空手やってらっしゃった、そう、前田さん空手やってたって聞いて、僕もやっぱ通じるもある。その次の試合に取り込む、はい、取り込んでいく、はい、今平本さん取り組まれてて、そうです。で今回戦うのが斎藤豊さんという元ライジンのチャンピオン、はい、どう思いますか。やっぱりなんかパッと組んだ時さ、やっぱ平本君のやっぱスタンスは問題なんだよね。うん、そう、スタンスはさ、はい、まあ、ちょっとこう、はい、ちょっと重心落としてやるのがいいんだけど、はい、もうちょっとね、はい、狭めてね、はい、パッパッてどっちもいけない、パッパッて向こうがパッてきたらポッて、パッてきたらパッてできるようにしないとダメなんだよ。じゃあそう、ちょっとはい、パッてきたらパッていくから、パッてきたらパッて、パッていく、うん、でカウンターもあるじゃん、カウンターも、はい、切るの得意でしょ。カウンターが切るの得意で、切りながらカウンターで入れていく、はい、そう、なるほど。パッて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 、うん、パッてパッて、はい、そうです、勝てるよ。そうやって勝てる、そうそうそう、すげえアドバイスだよ、すごいっす。あれパッてやってパッていけばいいんや。
あ、それができればまあ勝てるし、それができなければ厳しい。まあちょっと厳しいかな、ちょっと時間が長引くと厳しいんじゃない、うんうんうん、どうですか平本さん今の聞いて。あ、やっぱすげえやっぱいろんなとこ修羅場くぐり抜けてきた人、やっぱ違うなっていう気がしました。はい、UWF の最初の頃のやっぱ旗揚げ戦の山崎和夫戦とか見てたら、やっぱ、あ、じゃあ見てるの？見てました。はい、あとでビデオで見ました。あれもう何十年前の話じゃない？はい、あの時やっぱりパッて来てパッてやってたなと思って、うん、はい、パッてパッて。まあ、俺アテカンぐまいなの俺、ね、あ、そうそう、アテカンがね、そうです、アテカン、やっぱアテカンですね、やっぱね、はい、山崎さんも本当にねちこいがさ、はい、かわしろうまいしね、山崎さんですね、あ、うん、山崎和夫、そうですね、山崎さん、もう一人聞かなくて大丈夫ですか。あ、そうですね、ちょっとまあ大変気になるんですけど、ちょっともう朝倉未来選手、あ、未来、未来、はい、同じ日に出る、同じ日に出て、あ、本当、はい、で牛久選手と戦うんですけど、うん、どうでしょう、どうなんでしょう。まあなんかちょっとミクル、ミクルはミクルでちょっと金貸しすぎじゃないのね金貸しすぎてるから、もうちょっとどうかなと思ってんだけど、メイウェザー戦見てたんだけど、メイウェザー戦見てたじゃん、メイウェザー戦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 もやっぱ文章な、ちょっとパンチの結構じゃね、あーて感がいいんだけど、あーて感いいんだよ、ミクルって、あー見えても、ただちょっととね、パンチを聞くじゃちょっと難しいんじゃないかなって思うんだけども、うん、はい、あれ、牛久くんもかなりやるからね、牛久くんもかなりやるからね、牛久くん、牛久くんね、牛久くんね、牛久くんでしょ、牛久くん、牛久くんでやったことあるの。牛久くんはやってないです、まだ、はい、牛久選手まだない、まだないです、牛久くんでやってる。じゃあ対策は平本くんから見ても分かんない。いや、そうですね、もしかしたら、まあ、てか僕的にはやっぱミクル選手に勝ってもらって、僕も勝って2人でちょっと日本盛り上げたいなとは思ってます。ミクル、ミクルと今さミクル、やっぱ今さミクルに行きたいの。いや、やっぱ まあ、ミクル選手倒してやっぱ世界に行きたいです、はい、じゃあ、ミクル、ミクルミクルの言い方面白いです、ね、ミクルのミクルの言い方面白いです、ミクルの顔面蹴っちゃえばいいじゃない、はい、ミクルの顔面蹴っちゃう。顔面いいんすか。顔面蹴っちゃうんだよ。いいんすか、うん、長州さんの時みたいに。そうそうそう、うん、ミクルの横から顔面蹴ってみてみ。いや、でもレガースとかつけてないですけど、いいんすか、もう思いっきり。でも自分のスネが折れるぐらい蹴っちゃえばいいんだよ。いいんすか。折っちゃうと、折っちゃうと、折っちゃう。あ、いいんすか、だってっちゃう、ミクル選手可愛がってるでしょ。いや、まあミクルはまあまあまあ、ミクルアウトサイダーの時からのまあ知ってるけど、最近会ってないし、うん、ただまあミクルに勝ちたい、勝ちたい、勝ちたいです、めっちゃ勝ちたい、ミクルに勝ちたいって。今度ちょっと俺ちょっと日本刀さ、日本刀、日本刀ちょっと作りに行こうよ。あ、いいんですか。滝に打たれてる場合じゃないんだよ。あ、滝よりやっぱ日本刀ですか。だから日本刀、日本刀、日本刀持てば強くなる。日本刀も見るだけで強くなる。見るだけで、もう見てこう光を見るだけでね、バッと入ってくるんだね。マジですか。マジ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 。いや、じゃあちょっと日本刀作り間に合うかな、間に合うかな、日にちまで。やっぱ日本刀作った方がいいっすね。いや、日本刀はもうやっぱり俺たちはやっぱ日本刀だな、はい、うん、じゃあ前田さんと一緒に作った日本刀持ってその当日入場してもいいですか。それダメダメ、それは柔道違反だ、柔道違反だ、柔道違反ですか。それ日本刀作って、はい、家帰るじゃない、はい、これニンニク切るんだよ、ニンニクを、ニンニク切るんですか。日本刀でニンニク切るんだよ、はい、切れ味いいからね、はい、そのために作るんですか。それで料理するんだよ、包丁じゃなくて。包丁、包丁、包丁、包丁なんかいらないんだよ。日本刀、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 全部日本刀でやれよ。わかりました。でも持って行ったらダメ、持って行っちゃダメ、柔道違反だもん。ミクル選手の前に持って行ったらダメ、持って行っちゃダメ、ダメダメ、うん、それダメダメです、うん、分かりました。あ、じゃあ当日は、まあ、心に日本刀持っていきます、はい、まあまあまあ頑張って、はい、頑張って、ありがとうございました。じゃあ本当に日本刀作れるよ、本当に、はい、本当にいいからね、はい、お願いします、うん、すげえ、ちょっと今日前田選手、前田、あ、前田選手って言っちゃった。現役の気持ちで見てます、マジで。前田さんにすげえいいアドバイスいただきました。本当にありがとうございました。はいはい、どうもありがとうございます。チャンネル登録お願いします。
チャンネル登録日本刀でやった方がいいんだよどうやってやるんですか日本刀でこうやってチャンネル登録するチャンネル登録できませんって